レナータ・フォン・エスター・ライヒは、オーストリア皇帝家の分家テシェン皇爵家の皇女。帰遷結婚により、皇族の身分を失った。全名は、レナータ・マリア・カロリーネ・ライネーリア・テレジア・フィロメナ、デジテリア・マッカーリア。二重帝国海軍の提督を務めるカール・ステファン、大公と、その妻で、ハプスブルクトスカーナ家出身のマリア・テレジア大皇女の、間の第二子、次女として、 ポーラで生まれた。父の意向で姉妹と一緒に語学に特化した教育を受け、家庭教師により、ドイツ語、イタリア語、英語、フランス語、ポーランド語を教わった。父の認知であるイストリア半島で育つが、父が王子アルブレヒト大公の遺産を相続した関係で、一家は1907年にガリツヤの財物種に本拠を移した。 父はポーランドに王朝を樹立する野心を抱いており、娘たちをポーランド人大貴族の子息と縁組させようとした。レナータは1908年9月、ラジビウ家の一員であるヒエロニムミコアイラジビーブ、公爵と婚約した。ラジビウ家はポーランド最有力の貴族家門の一つだったが、君主家系でないためハプスブルク家とは身分が釣り合わず、 奇践結婚とされた。これにより、レナータは結婚に際して皇族の身分を放棄せざるを得なかった。二人の結婚式は1909年1月15日に在物主場内の礼拝堂で挙行された。皇爵夫妻は巨城のバリツェ城で暮らし、六人の子供に恵まれた。夫妻の長男ドミニクレーネル・ラジビウはギリシャ王女エンゲニアと結婚した。 レナータは1935年に死去した。夫は10年後の1945年、第二次世界大戦直後に赤軍に逮捕され、ロシア軍の強制収容所で死去した。一家の所領はすべて没収された。ありがとうございます。